not A or B についての、話です。横浜翠嵐高校がまだ自分の学校で特色の問題を作ってた頃の選択肢にある英文ですね。 So he could not decide to stay there or go out、まあ、これはねお分かりかと思います。 or のようなね遠い接続詞を見たら左右が終わらないね、等しくなって not A or B というのはどういうことなんでしょうって数学的に説明すると、まあ、ドモルガンの法則っていう有名な話がありますが、 A または B じゃないよとなったら A でなくかつ B でないという形ですね。このベン図のね、まあ、外側になりまして、まあ、両方否定されるというやつです。意外と間違えやすくて、こっちでもないしこっちでもないっていうからアンドって書いちゃう人もいるんですけども、こういったね論理的な話とつながってきます。卑近な例えすると、そうですね、よく使われた例えですけど A 子さんという人がいました。でこの人はそうだな、イケメンかまたは金持ちならばどんなやつでもね付き合いますよっていうとんでもない人ですけども、こんな A 子さんにじゃあ B 君が告白します。そしたらね、この B 君振られてしまいました。じゃあ B 君ってどんなやつって考えたらもうわかりかな、イケメンでもないし金持ちでもない、ひどい言い方になりますけどっていうのがね、感覚的にも理解できるかと思います。したがって何が言えるかっていうと、 not A or B というのは A でも B でもないという形になります。 either の形でも同じくね、 either ってのは必ずなきゃいけないわけではない、ありませんから、 not either A or B とか、または neither のような A nor B の形でも出てきますね。これの either とかなくてもまたね見極められるようにしておきましょう。じゃあもしこれ and ならどうなるのかっていうのはまた次回お話ししたいと思います。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you read on now The world is yours